はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、バンプ高校投手でやっていきたいと思います。今回はシモン君を使っていこうということで、デッキはこんな感じになってます。シモン君、沢村ゆかり様、レンちゃん、カオルちゃん、神楽坂のプラス5をお借りしてますということで、まあシモン君金徳の方がねシルバーバレットか本塁打厳禁なんですけれども、今回はちょっとシルバーバレットを狙っていきたいなと思ってます。で、シモン君スタミナキャラなんですけれども、もう1枚ね沢村もスタミナキャラで入れてきてます。スタミナ2人なんで、一応今回のテーマはスタミナモリモリ君で、やっていこうかなと。スタミナモリモリ君にして、ゆかり様が、ど根性で、カオルちゃんが、復活で、レンちゃんは今回、彼女にはしないで、いわゆる 1.5 股の、金徳狙いでいきますので、超尻上がりと。で、神楽坂くんが脅威の切れ味になってますので、スタミナモリモリど根性に復活という選手になるので、まあなるのでってもうまだ確定はしてないんですけどまあほぼ確定なんで、この人たちは金徳確定組なんで、まあ、シルバーバレットがねちょっと、不確定ではあるんですけれども、まあ一人でね投げ切る投手というのを作っていきます。まあ、ただそれにね能力がついてくるかっていうところなんですよね。まずコントロールキャラがいないんで、コントロールに回すね技術ポイントがまず足りないと思うんですよ。でさらに変化球もね、1枚しかないんで、神楽坂くんプラゴでどれだけ稼ぎ出してくれるかですね。で、沢村の金徳が変幻自在なんですけれども、骸骨に関しては、カオルちゃんが持ってますと。でゆかり様のど根性についても、骸骨カオルちゃんが持っているので、この3人はねかなり相性がいいと思います。まあ、例えばね北斗とかを持ってればね技術キャラに、北斗を入れて、骸骨根性をカオルちゃんから取るっていうのがね、理想なんですけれども、ちょっとね北斗持ってないんでね、ここに来てねちょっとコントロールキャラがねすげえ欲しくなってきましたね。まあそれはちょっと今の悩みのところなんですけれども、こんなところですかね。神楽坂くんは、まあ、キレ自身で持ってるのと、尻上がりも持ってるので、超尻上がりの骸骨も取っていければと思ってます。じゃあこれでやっていきましょう。まあ、練習的にはそうだね、コントロールとかこういう時に少しでも技術を稼いで、まあ、変化球ポイントも人が集まってたら積極的にやっていきましょう。でゆかり様、なんか黒金以外で使うのってあ、初めてかな、この自己紹介とか。なんか全然見たことない気がするんだけど、しかも変化球ポイント20くれるんだ。しかもなんとなくさ、ゆかり様さ、バンプのジャージ似合ってたよね神楽坂くんいますね。これはやっていきましょう。勝ち運とリリースはまだ取れないんで、ちょっと他のコツが来てくれるのを祈るんですけど、まあ、大体ねこういうとね、おお、ポイントか。まあ、神楽坂くんのコツがどれだけ潰せるかっていうところですね。玉持ちはね沢村も持ってるんで、そこはお互いフォローができるんでいいとこだとは思います。沢村と香織ちゃん使うの久々だな。2パー沢村、沢村もリリース持ってたよね。これで結局、リリース潰しができるのか。よし、玉持ちとかね来てくれると嬉しいんだけど。投手でレンちゃんですね。まあ、レンちゃんはね、まあ、評価さえ間に合えばとりあえずいいんで、まあ、わりかし序盤はほったらかしにしておいて、ゆかり様だね、ゆかり様の評価を、一緒に上げていきたいんだけど、いないね。ちょっとゆかり様見るの忘れたな。コツがわりかし来てたんで、序盤にね勝ち運魅了が来るといいんですけど、ゆかり様スタミナか、まあ、やっていきましょう。魅了3ターンとかだったら魅了したいね。おお、追加イベントが発生しなかった。
あーこれはもうでもピコンピコンしてるから魅了しよう。いる神楽坂くんもついでに魅了できるね。よし6ターンも持続するんだ。これでね告白イベント来てくれればすげえいいんだけど。でまた沢村のコツかとはいえね、評価は上げてはいかないといけないんですけど、ブラッドタックができるね。体力減ってるからな、ちょっとスタミナっていうところがもったいないですけど、沢村のコツもな、ちょっとあれだけど、練習回数を増やしていくか。50、いいね。で、沢村の金徳ですね、まあ、普通に進めていきましょう。で、レンちゃん野菜、いやー俺ね野菜はね超苦手ですね。基本的にすげえ好き嫌いが多いんで、まあ、監督沢村でいいかな。ゆかり様ね本当に来てもらいたい。せっかくゆかり様を魅了したんだから。投資潰すの忘れた。あと何ターン ?4 ターンか。シモンもね初期評価がね低いんでそこがネックなんですよね。ゆかり様きたーやったぜ、魅了告白。でも結局は評価上げないとあれなんですよね、お正月とかが一緒に過ごせないんで。てかゆかり様の当主犬だと何が手に入るんだ。あクイックか、クイック悪くないね。でここはどうすかね、体力上げるっていうのもまあありっちゃありだけど、ちょっと経験点がねやっぱり欲しいんで、技術変化球両方欲しいからね。で神楽坂くん12%か、12%か、メンタルには誰もいないね。まあ、無理してやるって感じでもないしな。一回寝るか。おっと、これで、ね、ただね、もう一回ね、練習できるはずなんですよ、この量だと。で、コントロールに3人いるね、上げときたいね、上げときたいね。で、今、だって、魅了でしょ。あーでもそうすると神楽坂くん、シモン、沢村が魅了できるのか。体力もマックスだし魅了しちゃうか。吸血できるときに吸血しとこう。どんだけさ男どもを魅了してるんだ。まあ、結局沢村の通常イベントの体力回復とハロウィンか、ここら辺がまだ把握できてないな。沢村がいるね、沢村がいるけどコッツがあるんだよな。神楽坂が来るかシモンが来るかそれは分からないけれども、投資37と安っ。カチューンはつかんのか、カチューン6とか。コツでいきましょう。やたら魅了が多いな。玉持ちよし、オッケー。偉大なる初心者、これはね、まあ、選択肢が3つあるんですけれども、真ん中がねいいんすよね。っていうか一応調べ軽くね調べてはきたんだけど、ちょっと真ん中のこれがね良くてね、他の上と下忘れちゃいました。で調子安定が手に入って、でかつ技術がね40手に入るっていう、なかなかねいい選択肢なんで。上と下なんだっけ一応と金徳のね進め方も把握はしてきました。スタミナいいね、やろう。これはレンちゃんとか全然上げてないけどね、ゆかり様とか。デートをしながら評価を上げていきますか。スタミナ7いいよね。で一応スタミナはもう直取りに任せます。
まあ、ポイントはね少しでも他の能力上げに回したいんで。でこれがシモンの金徳ですね、まず選択肢が出て取り押さえる、これで続きますね。てかこの一般人何したんだ全然読んでないんだけど、なんかスリみたいなことしたのかな。ああ変化球ポイントも上がるのか、それは嬉しいな。スタミナか、ああいい感じだね。やりたいはやりたいけどね。ここはちょっとデートしましょう。一応さこうなんか読むとさ、クリスマスもさ一定の評価が必要みたいなことが書いてあるんですよね。クリスマスって断られるっていうかさ、彼女になってクリスマス一人で過ごすっていうのないじゃないですか。こういう場面だとありえるのかな。あ、レンちゃんだ、レンちゃんレンちゃんすげえ空気になってるな。いいね技術で。特にって感じだな。ここは神楽坂くんと沢村も評価たまってないよね。未了になるとわからんわ。まあ、データからね見れば多分わかると思うんだけど、わかんないかな、未了って書いてあるのかな、気になるな。ちょっと見てみようか、データ。これはチームメイトで見るんだっけ。あ、大丈夫だよね沢村乗ったね。神楽坂も乗ってるし、薫ちゃんも乗ってるし、シモンが乗ってないのか。で、これはちょっと刺激をするしかないんで、いる？止める人。変化球にこいつら止めてもしょうがねえしな。レンちゃん、スタミナに止めとく？評価上げをする。これはなー。デートするとどうなる？このメーターで。このメーターでデートすると。ダメかな。やってみよう。ここら辺のな調整がまだ分かんねえかな。ただデートの進みもなかなり早いからな今のところ、ま、大丈夫だね。あれがギリかで、どうなってる特にって感じだな。ゆかり様さんないけどさ、どうしよっか。これ変化球で沢村と一緒に練習するしかない。まあ無理やり沢村と練習する必要もないけどね。ゆかり様の評価上げとくか。結局こっちに来るっていう。まあ、さすがにこれでゆかり様通常の告白の評価まで乗ったでしょう。彼女になってクリスマス一人とかね、寂しすぎるからねそれは。神楽坂くん来てますね。41か、まあ、悪くはないですね。練習レベルがねやっぱり低いんで、そこはどうにもならないかな。ゆかり様の体力回復量はどうだっけ。殴られるから、そうだ60とかを回復しないんだ確か。30だね、まあ、とりあえずやる気を回復してくれたんでいいでしょう。シモンが乗ってないんだねやっぱり。沢村は大丈夫で、むしろこうなるとさ釘付けになってるの無駄だよね。さてここで大吉を出して体力を回復したいんだけど、そうゆかり様はねわりかしやる気を避けてくるんでね、中吉とかでも確かやる気下がりましたよね。頼むよ。
小吉。うん、やる気が下がった。これは、あ、メンタルか。沢村のコツか。ちょっと11パーなんで、これは普通にメンタルをしておきましょう。魅了か。そろそろピコンピコンしそうだけどね。どんくらいだ。あー、まだ大丈夫か。スタミナ、ゆかり様もいるね。刺激いいね、上がるね、スタミナが。そしてラブパワー、チームメイト評価が上がるのはいいね。あ、これで回復もできるぞ。食べよう。おーっと、一応見よう。スタミナ、沢村が釘付けにできるな。これはいいね。スタミナ爆上げだな。体力もね、ほぼマックスだし、さらにバレンタインも挟むよね。これは動物にするとどうなんの。魅了、まあ、ラブパワーは切れちゃったけど、一緒に食べよう。やる気は上がらないのか、これは。まあゆかり様もいるんで全然いいでしょう。ゆかり様がやる気を上げてくれるとすごい嬉しいんだけど。ラブパワーで、まあこれもどうしようかね。一番下にしてコツを狙いに行くか。うん、まあくれないよね。で、神楽坂くんの金徳ですね。臨床ポイントはまだないよね。守備練とかやった記憶がないもん。来ないね、シモンくんが。スタミナ今いくつになってる。で、ここはどうしようかね。コツを取りに行くところなんですけど、一番上が伸び、真ん中がキレで、一番下が打たれ強さなんで、今回はキレですね。で、もう一回キレが取れると4で掴めるんで、まだあれか、シモンが来なかったね結局。まあただここでだいぶスタミナを稼がせてもらったよ。スタミナだけ稼いでるけどさ、他のってどうなの今。おお、成功したね。ほんとね、神楽坂くんの成功率高いっすよね。メンタル、カチューンは潰したから、大丈夫だよね。ちょっと一応ちょっと覗こう。特に玉持ちはも取っておくか。こんなものかな。コツをくださいと。で、できれば魅了から離れたい。吸収、いや、ここで吸収来てもな。モフモフの体力回復もちょっと無駄になっちゃったかな。これ、おお、ダブルタックが来たね。筋力51も手に入るんだ。精神も35かつスタミナが上がるっていうね。スタミナもう61か。スタミナ練習だけでここまで来たか。いくつだ、9とか。マジか。タイピンいいね。
これ何、どこで走ってんのこれ空なんだけど、まあ、一応これ選択肢としては、まあ、やってやるさですね。でね、ここでね失敗とね成功が分かれるんですよ。で体力がね減るとね失敗みたいですね。どう、なんかおおうーみたいな顔してたからな。でこれは自分で助けてみようか。うわースカウト評価下がるのか吸血用、55、31、55、いない、55、55、てかレンちゃんレンちゃん全然上げてねえわ。ちょっとそろそろレンちゃん気にしないとまずいな、いくらなんでも。4月になるからな。かおちゃんの金徳ですね。でこれはまあもちろん進めるんですけれども、経験点的に一番下変化球ポイントがね手に入るんで、レンちゃんをちょっと意識してやっていくけど、いない。ミサちゃんどうしようかな、メンタルだからな。まあでも結構メンタルをね使う金徳が多いんで稼いでおいてもいいでしょう。レンちゃんの存在ねマジで忘れてた、いない。神楽坂くん刺激コツ奪三振、奪三振も悪くないね。てか変化球何も覚えてないんだけど、リリーフか、まあいいわ、とりあえずコンピューターにお任せしよう。コンピューターにお任せするとね回ってこないことがあるからね。でさすがに変化球なしっていうのはあれなんで、じゃあカーブとシンカーとかにしますか。カーブ3にしてシンカーを2、とりあえずこんなもんで、球速か、ちょっと特殊能力に回したい気もするけどな。根性は取っておきましょう。奪三振も取っちゃうってこんなもんか。よし行け。3点取られてる、まあ俺じゃないと思うけど出番が来るとね出番ない、監督評価が上がるんでちょっと監督評価も意識していかないと厳しいかな。ここは体力回復っていうよりはポイントを狙っていきましょう。でレンちゃんよレンちゃん、あいた、どうするこれ、守備連だしな。まあシモン一人だからとりあえずレンちゃんの評価を上げよう。これは本当に怖いな、レンちゃんとか多分一回も練習してないよね。いない、レンちゃんがいないということは、まあ、この体力量なんでデッドしましょう。もう4月だからね、でこれは3回目ですね。ぶち切りましょう。もう今の若者は耐えることを知らん ゆかり様の評価は全然大丈夫ですね。緩急もまだ掴んでないよね確か。よーしやりましょう、ポスまあただね確定っていうのはねほんとでかいと思うんですよね。沢村がいる、レンちゃんがいる、でカオルちゃんのコツがある、緩急取ってない、ここでいきましょう。
で吸収か強化が欲しいんだよね、ここら辺まで来ると。ありがとう緩急、レンちゃん一緒に帰りましょう。レンちゃんもね、俺がゆかり様と付き合ってることは知らないからね。これはなんだ、姉と妹にしてみる。強奪、そうか、やっぱりこれは重要だな。これは何、なんか分かんないけど、ミサちゃんにしとこう。魅了、やっぱなんか話の流れからしてそんな感じだったんだよな。これはもう無理だよね。ここでな、レンちゃんを魅了してもな、別にって感じだからね。まあでもレンちゃんしか魅了する人がいないんで、レンちゃん魅了しとくか。やっぱり属性変更の選択肢は把握しておかないと。これもなんか、誠心誠意頼み込む。これは変わらないか。で、カオルちゃんが終わりですね。で、これはもうすぐ取っちゃいましょう。特に骸骨があるわけではないので。で、そうすると変幻自在がいけるね。変化球がなくなったな。復活って変化球使うっけ。使う変化球ポイント足らんわマジで。シモンがいるけど、まあ、わりかしスタミナはあるんで、ちょっと守備練をやりつつ、レンちゃんだな。しかも今、魅了状態だからさ、レンちゃんの評価が分かんねえんだけど、まあ、マックスまでね、上げる必要はないんで、とりあえずまだ届いてないと思うんだよね。あと監督評価、これはあれか、なんか血を吸いたいってやつか。矢部君に相談とか、内藤さんに相談しよう。強化で、コツが来てますね。監督評価もね、122か、大丈夫だね。じゃあちょっと神楽坂くんだな、これは。コツ、あれ、キルって潰してないよね、そういえば。コントロール、沢村。タイピンはやっぱりここまで掴んでおきたいし。吸収、そろそろでもピコンピコンかな。もうこれね、マックスになってるとさ、経験点くれるっていう仕様にしてほしいんだけど。精神10とかね。これもうわからん、蚊取り線香にしよう。いや、これはマジでまとめておこう。あ、逃げ玉掴んだ、やったもう一回か。ということは、デートしよう。で、今回のゆかり様は体力は回復しないはずなんで、今吸収だったよね。で、吸収して回復させればまあいいかな。まあポイントをもらえるんで悪くはないでしょう。吸収しましょう。99レンちゃん、99神楽坂、同じ99だったらさ、そりゃレンちゃんから吸収した方がいいよね。シモンというちょっとごついやつもいるけど、レンちゃんからいただきます。カイドウ無理だ伸び骨とかないし。変化
球だね。ちょっと変化球少しやるか。ここはで監督評価って上がってくると精神くれるじゃないですか。それと同じ感じでね、彼女キャラもポイントをくれるようにしてほしいんですよね。おお、来た来た来た。ただこれわりかしねポイントもらえるんですよねこの告白イベントで。すまんレンちゃん、俺にはゆかり様というゆかり様の犬なんだ。俺は手よく断ってんなこいつはっきり言えよ、俺はゆかり様の犬なんだって。でここいっぱいいるなそういや知り上がりくれたねレンちゃん。ここでいくつ1普通に3だしじゃあキレをとりあえず取っときましょう。これでね変化球ポイントをね持ってかれるんすよね。逃げ玉もな1だけだとちょっと重たいんだよね。回答487 368 130とか、えいくつよこれ、え487の368の130でしょ、985よ。1000使うんだよ1000。カイドウ直撮り1000マジか、それは無理だわ、どう考えても無理だわ。ま、わりかし精神は使っちゃってるんで。で、変化球いけるかな。 5% か。ま、やっときましょう。沢村はあとなんだ、クロスファイヤーと怪我しにくさ。でもまあポイント、最近タックを踏んでないねちょっと他の人たちを意識しすぎたからな。デートをしておきましょう、まあ、特に貼り付けるやつもいないんで。でちょっと最後は根性を出してもらいたいね。根性出せよ俺。おお、よくやった。でここはさすがにちょっとな負けらんないんで、バンプってどうなの、勝てるの。まだなちょっとバンプの性能が、そのみんなの性能が分かんないからな、全員操作で、まあ、なるべく勝ちに行きましょう。変化球はなもうこれでいくしかないわ。スタミナ74まで来たか、1回も上げてないからねスタミナ。タイピンは取っておこう。脅威の切れ味何が足んないの、敏将がまだ足んないのか、あと1回か、忘れそう、ど根性。いやここまで来ると安いね、やっぱ3っていうのはいいよね。逃げ玉取っとく、きついな。35も変化球今な惜しいからな。でもまあ取っとこう。逃げ玉は誰かいたっけ、シモンが逃げ玉を持ってたっけ、ちょっと置いとこう。で球速を上げられるだけ上げよう。140とかいけんじゃない、145とかいける、いけない140にしておこう。コントロールはちょっと D でいいかな、もうしょうがないよね。お待たせいたしました。え、これやばくねえか俺だろ打たれてんのまったくよ。おい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 、諸星くん、ちょっと待ってミートが小さすぎるわ。塚田くん、これで同点。今川くん、ムード丸、誰がムード丸なの誰かムード丸持ってたっけ。よしよしよし、とりあえず、いやー怖いわー、盗塁アシストとか持ってんだ。
ミートがでかいね。スガイって読むのかな。点はちょっと取れるだけ取っとこう。え、ナイトメールなんでお前出てないんだよ。やる気がないから。やべ、ティアンス抜けたヒットだし、またハイズカに回ってきたね。ハイズカはちょっと待って、今何点目ポンツかポンツか取ってったけど、俺実績点3かな、これ4じゃないよね、3だね。いや強かったセントジャスミン、こんなに強いとは。うわー、刺激どう、スタミナ、シモン吸血するか。レンちゃんはもう大丈夫だねついでにレンちゃんの評価も上げられるなで1回はね寝ないといけないんで、神楽坂くんが変化球に来てたけど、ダンジョン高校早く配信してもらいたいものだ。で、とりあえず上げるのあったっけ、なんか大して経験点もらってないかな。通常のねバンプの立ち回りがねまだ全然わかんないんですよね。バンプ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー1、初球を打った1、2塁間のゴロ、大丈夫か、ボールは中継、ハイズカタイムリーヒット、パワー A あるのはいいけどさ、ミートのね F っていうのがねやっぱり厳しいんだよね。松尾くんパワー B ミート F だったけど、点差があるんでどん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 狙っていきましょう。こいつは本当ストレートしか投げないな。よしよしよし、とりあえず実績点いくつ、自責点があったとしてもね最後まで投げ切るのがいいんですよね。で特にあれなんでスタミナを上げていきましょう。レンちゃんの評価も上げつつ、あ、そうか、レンちゃんがいるからあれか、多分体力の下がり方が少ないよね。緊急登板、先発なんだけどなもう一回できるよね。レンちゃん、いいねいいねいいね。石壁か、これも打ってこう。で、あ、そう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 、絶対忘れる、この脅威の切れ味絶対忘れるわ。で、脅威の切れ味取ったらさ、もう変化球上げられないよね。あ、神楽坂くんがちょっとそこまでって感じだったな、今回。やっぱり変化1枚は無理があったか。ナイトメール。オーライケー。松尾くん。どうだ、これはいかないか。塚田くん。あ、これはスプリットだよね。第2球投げました。オーライ、どうだ、よーし、変わってるなぜだ、ここまでスタミナがありながら自責点1だったら別にいいでしょう、変えなくたって。ねちょっと忘れないうちに守備練をやっておくか。これは特にタックが来てるわけでもないので、刺激ここでもう刺激が来てもな、強化とかだったらねよかったんだけど。てか北斗もすげえな、よくわかるよなこれで変化球162、脅威の切れ味とりあえず取れます。で、シンカーが3-3とかマジかこれ、まあ、最後にねエピローグ経験点が入るっちゃ入るんで、
どうしようかな、コントロール C とかにはしておこうか。Q 上げると結構使うんだよね、まあ、C にしとこう。であとはエピローグ経験点にかける160ずつくらいは入ってくるからね、変化球は上げられるでしょう。さあ勝ち越しのチャンスを迎えました。俺かい。ワンアウトランナー二塁という場面で黒井は初球から。これはやばいんじゃないか。タッチアウト、これでツーアウト。ゲッツーは避けられたけど、やべ。ワンアウトランナー一塁二塁という場面でやべ。チャンス三角だからな。本当やべに回ってくるときは困るよな。やべディアンス。しました。村を落下点に取りました。ツーアウトランナー一塁二塁に変わります。え、なんでなんで俺ここにいるの。意味がわからん。第2球投げた。どういうことよ本当に。バンブ勝ち越し成功。2対1。さあ追加点。こういったミートがでかいな。長尻合わせというものを持っている。ショートフライ。長尻合わせが発動してるか。打った当たりがレフト後方。よしよしよし。ライトメール。ライトいいか。投げた。いいっていうのかな。ツーシームにやられたね今。おお投げ切った。今回は投げ切ったか。うんうん。まあしょうがないよね。で最後。タックが来てる。タックが来てる。 28% やりてー神楽坂くん。47か 33% か。いや無理だな、無理だよこれは。最後だったらね、まあ強奪とかね、それも良かったかもしれないけど、こいつらか。まあ打ちにくいっていう部類じゃないからね。スタミナはじゃあ S にしときますか。これちなみにさ100ってどうなの。できるっちゃできるのか。ちょっとただ一回ちょっと90で止めときましょう。でそうすると第2ストレート取るのもありかもしんないよね。ちょっと視野には入れとこう、経験点次第では。回答はさすがにな、さすがに無理だよこれは。であと取り残しはとりあえずないよね。逃げ玉取ろう。緊急飛ばも一応取っとくか。で超尻上がりは取れるはずなんで、それか下でチェンジアップとか覚えとく、緩急をつけるために。ナイトメール。アーサーから無理で。今日はサードフライと三振。さあ次の投球、これはストレートはボール、カウントワンボールワンストライク。打ちました。うわトリスタ取った、アウト。ライトいい当たりでした。松尾正面でした。ツーアウトランナー二塁に変わる。どうよ松尾くん、なんとかでも抑えてるね。まだアーサーだな。よしよしよし、点を取っておきたいな。投球これから2球目、決まったストライク。おー際どい。投球は3球目、投げた。ほらどうよ、いった、入った入った。これは大丈夫でしょう。よしよしよし、ちょっとでもねポイントを稼いとかないと。それでも63か。あとはエピローグ経験点ももらって、3位か。これはもちろん先発でしょう。ただこいつさ1軍に入れるか。まあ若干ねネタ気味で作ったし、シルバーバレットがないからね、そういえば。まあこれで経験点ももらえるんで、どこまで伸びるかですね。まあ5000超えたところか。まあそりゃそうだよね。
スタミナばっかやってたかな。変化球はとりあえずどうする、カーブを4にして148か、148か。じゃあムービングファスト通り、ちょっと他に変化球を使いそうな特殊能力があるか。超尻上がりは取っておきましょう。低めも取っておく、変化球13だしね。ジャイロボールとかか、直撮りするか。ジャイロボール要所、安全圏、内角、悩むは悩むね。まずは重い球を取ろう、わりかし筋力あるんで。でジャイロボールも取っちゃおう。で対強打者も取っちゃおう。で要所も取ろう。であとは内角もえぐろう。であとは球速をちょっといけるところまで上げよう。144、あとちょっとスタミナだなまこんなもんか。投手も根性も取ったからね。まあ精神が余っちゃってるけれども、まあしょうがないでしょう。まあ S か、まあこれはしょうがないよね変化球がねどうしても、43の7なんで。まあちょっとね今回は、若干ねネタのところもありましたけれども、とりあえず、スタミナキャラですね。やっぱりね変化球1枚、いくら神楽坂くんとはいえ変化球1枚は厳しいですね。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。